上でホームルーム終わりです。この後佐竹と飯田は残ってください。え、なんで？は？お前らなんで呼ばれたかわかるか？わかんないっす。黙ってて伝えろ！お前らは善悪もつかねえのか？今日の朝何やってた？わかった、この後の授業とかどうでもいいわ。お前らが言うまでいつまでも待つわ。どうぞ考えてください。はい、他のみんなごめんな、ちょっと自習しててください。できるか？お前らが何をしたのかは分かってんだよ。でもよ、先生はお前らの口から言ってほしいんだよ。タバコ吸ってました。俺もです。そうだろ、しかもお前らは駅のホームで吸ったんだろ。はい。お前らは3つ悪いことをした、分かるか？未成年でタバコ吸ったから。駅のホームで吸ったから。うん、あと1個は？え、分かんないっす。3つ目はそれを隠そうとしたことだよ。先生もみんなの大事な時間使って怒りたくないんだよ。嘘をついて一番苦しむのはお前らだぞ。わかりました。はい、はい、じゃあみんな授業始めるぞ。あ、先生、タバコ持ってていいんすか？あ、募集募集。すいません、金さん。はい、どうされました？さっき切符買ったらここに乗り継ぎって書いてあるんですけど、これ何ですか？これは乗り継ぎ割引が適用されているマークですね。乗り継ぎ割引？そんなの頼んでないですよ。お客様は白雪号から新幹線に乗り継いで長野まで行きますよね。はい。その日のうちに在来線の特急から新幹線に乗り継ぐと在来線の特急券が半額になるんですよ。へえ、知らないうちに安くしてくれてたんですね。そうなんです。じゃあもっと割引あればつけちゃってくださいよ。もうないです。すいません、金さん。はい、どうされました？ここってバイト募集してます。はい、働きますか？やりたいです。どうしてやりたいんですか？だって金って楽そうじゃないですか。立ってるだけでお金もらえるんすよね。なるほど、そう思いますか？違うんすか？お兄ちゃん、理不尽に知らない人に何時間も怒られ続けて知らない人の嘔吐物を掃除したりできますか？さらにたった一つの小さなミスで人の命を危険にさらす、そんな仕事ですよ。え、そんな。まあでも駅員という職業を知れるいい機会かもしれませんね。担当に言っときますね。大丈夫です。よいしょ。ん？おばあちゃん、席に座れてないな。はあ、疲れた。あのヤンキー、譲る気なさそうだな。よし、俺が行くか。はあはあ、おばあちゃん、よかったらあっちの席座ってください。何をあんた、私の年寄り扱いしないでくれる？あ、ごめんなさい、そんなつもりは。失礼な人ね。あ、ばあちゃん、座っていいっすよ。何よ、あんたも年寄り扱いする気？何言ってんすか、ばあちゃん。レディーファーストっすよ。あれ、嬉しいわ。こいつやるな。では、ここまでの乗り越し分が1540円です。それ本当か？はい。前はもっと安かったはずだけどな。あんた、新人だろ。間違ってんじゃねえのか？確かこれで。上の人呼べ。お前じゃ信用ならねえ。お客様はどうされました？あ、ちょうどよかった。こいつの計算間違ってるから見てやってくれ。あ、わかりました。お客様、やっぱ違ってるだろ。彼の計算で間違いありませんよ。何一つ間違っていません。え、そうなのか？はい、彼も立派な駅員ですので次からは信じてやってください。わかったよ。先輩。すいません、金さん。はい、どうされました？切符をなくしちゃいました。どこでなくしたか心当たりはありますか？岡崎から改札に入ってからは覚えがないんですけど。では岡崎駅に落とし物がないか確認してみますね。すいません。どうもお疲れ様です。豊橋のたくあんです。切符の忘れ物ってありますか？こちらにはないですね。そうですか、わかりました。失礼します。本当ですか？ありました。あ、階段のところに。ありがとうございます。お客様、ありましたよ。え、本当ですか？はい、なのでこのまま降りちゃってください。あれ、切符出てきました。案外ちょろかったな。な、明日も行けんじゃね。江本くん、藤枝くん、おはよう。おどもす。おどもす。さっき駅員さんから連絡があったんだけど。え、本当に無賃乗車をしたのかい？あ、すいません。うん、自分たちが一番分かってるよな。これからは後悔しない生き方をしなさい。すいません。これで払ってきなさい。え、いいんですか？マジっすか？お釣りで焼肉でも食べてきなさい。その代わり、二度とするなよ。